最後は関係副詞を使うべきか関係代名詞を使うべきかというテストのですねマトリックのパート5とかみたいな文法にその特化したようなあのテストでまあ引っ掛け問題的に使われる時の先方といいますか解き方といいますか注意点っていうのをちょっと説明しておきたいと思います。まあ、例えばこういう問題ね。Nobody knows the reason declined the offer He's the the ほにゃらら 頭の中でパーシングしていきますと、ノーバディ、誰も知りませんよ。その理由を知りませんよ。はい、主説の文型終わりましたね。残りはこういうことかなと。で、空欄がありまして、which, why, how, whom、どれか選べってことですよね。どれだろうと。で、後ろ見ると、he's、これ has が省略、he とくっついて、完了形になってるだけですね。decline、何々を、まあ、その断るということで、彼がその、 申し出を断ったということですね。その理由を誰も知りませんよと。はい。答えはどれでしょうもちろん答えは、ホワイトになると。なんででしょうか関係副詞だからですね。これ、バラしますと、for the reason という形でバラせます。for the reason という福祉区になりますので、the reason リーズンが which に変わって、こういうことですね で、for which の部分が、why 一語で言い換えられるよという、まあそういう理屈なんですよ。これ簡単ですね。こんなん落としちゃダメですね。難しいのは次みたいなやつです。難しいのはこういうやつですよ。沖縄 is one of the places.、まあ、とりあえずここまでで文系は終わったと。こういうことですよね。one of the places. 沖縄っていうのはいろいろある場所の中の一つですよとでどういう場所ですかっていうのがこういう就職をされてるわけですねで空欄があるとで空欄の後ろが「I've been longing to visit」なんですが、まあ、ち,ょちょっとここ注意点ですねこの「long」っていうのはですね実はあの長いという形容詞にもなりますがもちろんね3番の動詞で使えるとでしかも後ろにトゥーフテイとってですねトゥーフテーの名詞用法をとって何々することを熱望する 熱望するというそういう意味があるんですね。で S の b e ン n l o n g i n g がまあ3番で t o 不停止部分がまあこういうことですね。ふうさあ t o 不停止の中は Visit をですねはい答えはどれでしょうとまあここで一時停止して考えてもらってもいいんですができましたかね。で思わずやってしまうのはやっぱり あ、先行しザ・プレイシーズ・だということで条件反射的にですね「あ、ウェアちゃう」と選ぶとブブーと「ウェアじゃないでしょ」と「なんでですか?」「ビジット」は3番だからですよ「ビジット」は間違いやすいですけど「ビジット」は普通多動して使うので後ろに目的語いるでしょうとないじゃんどこに行ったんでしょうかここに入るしかないですよねもうねというわけで 普通に関係代名詞のウィッチを入れようとこのウィッチは目的格の関係代名詞だよというこういうパターンですねなのでこの先行詞にこう何て言うんですか条件反射的にですね入れると危険なことになるよと一応確認した方がええでと何を確認すべきかっていったら明らかに関係施設を作っている部分にさっきのホワイ以下ですねホワイの後ろに He's the declined offer というですね完璧な文型が存在している。これが関係福祉を使える条件ですよ。でも、この2問目の沖縄のやつは、I've been longing to visit のビジットの後ろに明らかに欠けがありません、ね。抜けがある。と、えー、いうことは使えないということですね。使えません関係福祉は無理ですね。だって目的語がないんだから、前置詞なんかつけてる場合かということですね。まあ、前置詞 つけるものがそもそもないですからね。まあなので例えばですけどこのビ s ットの部分が例えばですよ。ビ s ットじゃなくてゴーとかやったらこれ全然いけるってことになりますよね。なんでかっつったらゴーは1番で後ろにゴートゥー何々ってつけるじゃないですか。でこの何々の部分がゴートゥーザープレイシーズになってウィッチに変わったやとしたらトゥーウィッチごと前に出た。そうしたらこのトゥーウィッチが関係福祉のウェアに変えられるよねと。 なので、もしビジットじゃなくて、GO であれば、ウェアで正解ですけど、今回ちゃうと、ビジットなんでしょと、っていうことであれば、ビッチが正解になると。まあ、こういうやらしい引っ掛け問題、注意してください。まあ、ポイント、コツはですね、関係施設の中に完璧な文系があるかどうかですよ。あれば、関係福祉使えますし、なかったら、気ぃつけやっていうことですね。まあ、そのないっていうことが分かるには、日頃、パーシングしとかんと、これは無理だよってことですね、は。い